皆さん、こんにちは。こんにちは。皆さん、お元気ですか？今日は僕とティアラさんで朗読劇をします。今回で2回目ですね、ティアラさん。うん、そうだね。すごく楽しみ。さあ、早速ですが、今回のテーマはティアラ姫と黄色星です。あー、いい響きですね。実はずっとお姫様役をやりたいってスタッフさんにアピールしてたんです。あ、そうだったんですね。あ、そういえば前回のシンデレラもすごくやりたがってましたもんね。もちろん脱皮オーディションにも参加したんだから。でも脱皮の演技かと思ったら本当に脱皮できる動物じゃないとダメみたいで書類選考で落ちました。あー、あれ意外と書類選考とかもあったんですね。知らなかったです。さあ、今週の7月7日に七夕があるということで、織姫と彦星を朗読します。織姫役は我らがティアラさんに演じてもらって、そして、うん、彦星役はやっぱり僕イエローヘッドジョーフィッシュくんよ。あ、ええ、あ、ふーん、あ、だから黄色星なのか。なんかスタッフさんのネーミングが安直すぎますよね。まあまあ、それは置いといて、アンドレス、早速始めちゃいましょう。そうですね。それではティアラ姫と黄色星の始まり始まり。夜空にキラキラときらめく天の川、その川のほとりでは天の神様の娘ティアラ姫が世にも美しい旗を織っているのではなく歯を削っていました。今日も石の角をティアラの歯で削ってきれいにするわよ。ティアラ姫は毎日毎日自分の歯で住処の周りにあるとんがった石の角を削っていました。近くに住む魚たちはティアラ姫の働きに大変感謝していました。ティアラ姫が石を削って丸くしてくれるおかげでみんなの体が傷つかなくて助かるよ。いえいえ、ティアラも歯が綺麗になるから嬉しいです。削られた石やティアラ姫の歯は5色に光り輝いて、季節が変わるごとに彩りまで変わるという、それはそれは美しいものでした。天の神様はそんな娘がとても自慢でしたが、ティアラ姫は歯を削るのに一生懸命で、自分の鱗や体型をかまおうともしません。そんな姿をかわいそうに思った天の神様はこう言いました。ティアラ姫もそろそろ年頃なのに歯を削ってばかりではかわいそうじゃ。そうだ、ティアラ姫にふさわしい婿を探してやろう。天の神様は早速あちこちを探し回りました。どこかにティアラ姫に似合いの婿はいないかの。天の神様が天の川の岸辺をずっと歩いていると、そこでせっせと砂を運んでいる若者と出会いました。若者や、何をしておるのじゃ。神様、なぜこんなところに。僕は今隣のおじいさんの巣穴を作ってあげているところです。若者はイエローヘッドジョーフィッシュの黄色星といい、一日の大部分を仲間たちの巣穴掘りに費やしているとても真面目で優しい青年でした。うん、この真面目な青年であればティアラ姫を一途に思い幸せに暮らしていけるじゃろう。そう言って天の神様はティアラ姫の結婚相手に黄色星を選びました。そしてティアラ姫と黄色星はお互いに一目で好きになりました。何でも運べそうな大きなお口、綺麗な青いひれ、家もサンゴや貝殻のかけらでできているなんて素敵。みんなのために石を自分の歯で削るなんて、なんて優しい女の子なんだ。声もとっても可愛い。そして2匹はとても仲のいい夫婦になりました。しかしそれからというもの、2匹は遊んでばかりでちっとも仕事をしようとしません。
ティアラ姫が石を削らなくなってしまったせいで、近くに住む魚たちは石で体を傷つけないようにゆっくり泳ぐしかありません。五色に光り輝いていた住処もどんよりした雰囲気になってしまいました。そして黄色星が仲間たちの家を作らなくなり、イエローヘッドジョーフィッシュたちの家はガタガタ。また寝るときはいつも黄色星が砂を運んで巣穴に蓋をしてくれていたのですが、それもなくなってしまったため、みんな天敵に怯えながら毎夜を過ごしていました。お前たちそろそろ仕事をしてはどうじゃな。心配した天の神様が注意をしても、2匹ははい、わかりましたと答えるだけで、全く仕事をしようとはしません。もうこのまま放っておくわけにはなるまい。怒った天の神様は、もうお前たち2匹を合わせるわけにはいかぬ。ティアラ姫を天の川の西へ、黄色星を天の川の東へと無理やり引き離してしまいました。そして2匹は広い広い天の川を挟んで別れ別れになり、お互いの姿を見ることさえできなくなってしまったのです。黄色星さん、黄色星さん、ティアラ、ティアラ。それからというもの、ティアラ姫は毎日泣き暮らすばかりで、全く歯を削ろうとしません。伸びきった歯のせいで体は傷だらけ。黄色星もティアラ姫に会えないのが辛く、自分の巣穴すら掘らなくなり、仲間の魚が心配になるほどでした。困った天の神様は2匹に言いました。お前たちが前のように毎日真面目に働くのなら、1年に1度だけ2匹が会うのを許そう。その言葉にティアラ姫と黄色星は心を入れ替えて真面目に働き始めました。1年に1度、そう、7月7日の夜に会えることを楽しみにして。ティアラ姫は前にも増し、石を歯で削っては整え、住処を安全で綺麗な場所に仕立て上げました。黄色星も仲間の巣穴だけではなく、他の魚の住処も綺麗に整えてあげ、町中に感謝されるようになりました。やがて待ちに待った7月7日の夜になると、ティアラ姫と黄色星は天の川を渡り、1年に1度のデートを楽しみます。こうしてティアラ姫と黄色星は7月7日の特別な日に向けて一生懸命働きましたとさ。めでたしめでたし。さあ、朗読劇が終わりました。皆さんいかがでしたか？あー、ティアラすごく楽しかったです。本来は織姫が旗を織っているのに対して、ティアラ姫は歯を削るんですね。なんかすごい設定ですよね。うん、そう、緑服はもともと歯を削らないと伸び続けて危ないんですよ。でもそんな自分の生態にピンときて、ティアラの方から逆オファーしちゃいました。なるほど、自分の可愛さを理解しているティアラさんだからこそできることですね。うん、イエローヘッドジョーフィッシュさんは本当にいつもせっせと働くから適役でしたね。そうなの、ティアラちょっとだけ役を忘れてドキドキしちゃったかも。あ、アンドレス、心配しなくても大丈夫だからね。何が大丈夫なんだか。あと、まあこんな感じで原作をオマージュして作る、あとはオリジナル朗読劇。うん、今日の作品はティアラ姫と黄色星でした。それでは次回もお楽しみに。